うまいね。ブリブリ、ブリブリしてる。ブリブリ巻いてる。すげえ、マジか。こんな花火だった。おお。結構撮ってんね。おお。そっか、今のカメラいいやつやで撮れないよね。そうやって。これね、完全にあの写真のシーンモードの花火で撮ってるんで、うん、何も設定してないんだけど。そうやな、俺の多分6年ぐらい前だよな。ね。そっか。おかしいな。
ライブ配信ができんな。回線がコンドルでか。ケース電気行って一眼レフ買ったら撮れる。撮る気はないよ。撮るか。まあこうして落ち着いて花火を見るっていうのはなかなかないなと思って、うん、なかなか割と移動しながら見てた方が多いから。まあ向こう行ってもあとどうしても人に流されてもあったら、うん、そうなんだよね。移動しながらゆっくり見るもんな。かなりおまわりさん多くいるからね。あんまり虫も飛んでないみたいでよかったね。ちょっと暑いけど、うん、意外と。そっか、それ RX100 なんよね。マーク3。すげえ、それ結構有名で話題になっとったやつ。もうこれ前から欲しいなと思っててね。あの最初初代が出てから、うん、ずっと。こういう時に撮ってもいいけど、あの風景で、うん、風景でなんかこう、拙者、うん、で、ものすごい量が発生。本当に自分が撮った写真かっていう。いいな、俺も買い替えてんな。これの最新機種ならズームも結構効くし。そうか。ただ高い、12万円かな。12万円。これの一番 RX Mark 7が結構高い。今月末に出るんだけど。マジか、うん、今ようやく受付中だってメールマガが来たよ。ちょっと欲しいけど、さすがにそれ売って買うとか。次売っても10万円ぐらいはするもんな。付け足しっていうか、追い金で、うんうんうん、10万円ぐらいするし、どう欲しいわなって。やっぱりあの競馬場で使うにはね、もうちょっとズームが欲しいなと思うことがあるんで、うん、マーク7は非常にまさに喉から手が出るほど欲しいんだけども、競馬場に行くお金のこともあるし、うん、それはまあ、そこと売り上げを考えるとね、交通費結構かかるもんね。だからね、うんうん、新幹線使うと一番近いっていうか、まあ、うん、ね、京都でも往復で1万円ぐらいあるし、パックが一緒に行くかとかね、分かんない。私海外なんか行こうものならね、うん、このカメラ変えるぐらいかかるし。香港は安いかだったらやっぱ近いし。ほんと、うん、マジ、うん、香港ですね、落ち着いてもう何も問題なくなったらぜひ。そうだな、結構狭いところにいろんなものが立ってるもんで、ドローンで撮るのはどうかなという気もするけど、うん、ただ海の方ならね、うん、いいんじゃないかな。あのね、東京を京都にした感じかな。あ、そうか。東京からあのギスギス感をなくした感じの街かな、うん、人はめちゃくちゃ多い。マジか。多いけど東京って結構人ぶつかってくる感じとかあるからね、うん、あれがないのに、ね、みんな自然と気をつけて自然にこう避けてる感じ。そうか。なんかね、圧を感じないの。人多いんだけど。なんか不思議と居心地が良かった、香港は。うちの母さんと父さんが行ったんやけど、うん、香港、うん。動画だけ撮ってきてもらったやつが家にあるけど。え、どの辺の？いや、なんかあのタワーがあって、あの港があるみたいな。おかしいな。なかなか挑戦力がある。
3の手形かなとかもあった。ああ、なんか、うん、あった銅像とか、あと、おー、これがあったり、ちょっと感動したよね。なんかジャッキーちゃんも銅像あったね。銅像ある、うん、俺取ってきてもらったよさ、うんうんうん、母さんに。そうか、ちょっと名前が今飛んどるけど、まあ、香港の大スターそういえばブルースリーで敵対してたチャックノリス。ああ、チャックノリス。まだ生きる伝説だな、うん。なんだっけ、コードレス電話で締め殺すんだっけ。え、どうやってって。あれ？ブルースリーと戦ってまだ生きてる。なんで映らんのよ。スマホ落としてんの？え？さっきからライブ配信ああ、そっちに落下させる今言うこと電源落とすあかん今発想が落とす電波が悪いんかなまあちょっとでもここ別にね開けてるしうん、うん、だってこの辺だってもうねこの街やし普通に繋がるしうん問題ないはずなんだけどネットセコンフィールで妨げるものもないしうんシャットダウンするか、ね、うんこの前の花火大会あったやん、うん、あの時、うん、あの麓まで行ったんやで、うん、元っていうか、うん、あの都ホテルのそこの時スマホ使ったらさすがに繋がらんかった人が多すぎて、まあ、今度は逆に何かもしくは使ってる人がここでもまだ多いっていやそれはさすがにこの車十数台でそう、まあ、確かにねないんじゃないじゃあなんだろうあれかね通信制限かいや通信制限50ギガあるでさ、うん、じゃあ問題ないよさすがにそんだけあって使い放題 YouTube 見放題でさ叫んだってギガちょっと近くで車が通るとかなり大雑誌になるちょっと 明るすぎるまあ、またこんなとこで車止めてみるような問題ないんだけどね、ほんと十分だよ、これうん、うんしかし、さっきの落とす携帯ごと落とすのかと思って、突然聞く落とすって意味合いうん、あそういう物理的に落とすじゃねえよ電源を落とすことだっていうと、ね、落とすって言わん、まあ、切るっていうか、うん、電源いや落とすとも言うねまあ確かに落とす、うん、なんか落とすって言うとあー綺麗だこれおうあおすげえさーってさーってなんか落とすって聞くとブレーカーとかの話下のイメージが強いのかなあれは通じないみたいね、よくさ、うん、学校の掃除の時にさ机を引くあ、引く、うん、あれは通じないみたいな机をつるとかもつるは音に飛ぶつるつるつるっていうとみんなあの吊り下げるのつるとかね、そっちの意味だとまあだからほんとは机つったやっていう机を持つ方が強く机を持って動かす持ってってとか言う飲んでのもう行った行ったなできたできたできたあ、おお、終わったこれは YouTube でライブ配信 YouTube、うんおうわ、なんか再接続になったなんでやなんでやろ、なんか重いね切れてまったこれ、1000人以上登録者数おらんとライブ配信できんのやてあ、うん誰か登録やめたんかないや、でも5000人おるってさそれは問題ないね、人数としてなんでやろあ、なんだこれはなんか不思議な花火が上がっている何か音がないしなんか割と低いね、花火何あれ何を意味してるんだんあー、なんかちょっと私なんか面白いね結構これは見るな朝顔は結構もう大名詞
花火いつかさ、新潟の長岡やってる花火大会行きたいんだよね。うん、そんなんやっとるね。いや、ほん、ね、多分に日本三大大花火みたいな。ああ、ちょっと規模が違うね。それはそうやろ、ね、比べても多分遠目で見てもかなり眩しいやろ。この視界いっぱいにスターマインが打ち上がったぐらいのレベル。マジか、うん、スターマインって言ったらこの岐阜やったらもう鳥を飾る一発ぐらいせいぜい。それすごいな。それそれが当たり前のように上がるのが新潟の長岡の花火。ただ東京から結構人が来るまでアホみたいに来る。ああやろうね。混雑は覚悟で行くと。一瞬時代みたいな。テレビで毎年中継やってるもんで、それ見ていいなと思ってね。ああ、生でね。まあでもそこまで行って花火大会だけやるとかなり大変そう。だってまあ花火の日は一泊するとかね。花火だけを見に行くのはまだ海外の方がいいんじゃん。海外の花火、なんかすごい花火打ち上げてるとこ結構あったはず。なんかタイムズスクエアなんですか。かな。なんかビルからすごい雪崩落ちるかのような花火とかなんかあった気がする。花火と言っていいのがやっぱりラスベガスとか。あ、そうそう、ね、やっぱベガス。憧れるよね。ベガスはすげえな。あのエディオンのテレビ映像でさえ感動しとるで。でもあの浮世離れした感じはいいなと思う。ドバイ行った時も思ったけど、到底自分じゃ手の届かないような世界を見て、なんか逆にマジか、ね、ドバイといえばトム・クルーズがいい飛び降りしてる時があったやつ。ああ、そうだ、ドバイでロケしたって言ってたね。うん、あれ4作目。今回、だから前年度やったのが6作目で、その時は骨折しとった。ビル渡りで。通称骨折ジャンプって呼んどる。さすがにちょっと遠すぎたね。ドバイでゴールドスークって言って、金の市場がある。うん、金ばっかり売ってる。え、まあ、金のそば、本当ね、金。高いね、やっぱり。1グラムないね。いや、とんでもない。それがもう、ずらー並んでんのよ。もう本当に金ばっかりあるもん、なんか、感覚がおかしくなるよね。多分、鉱山でホテルとかを集めたんだ。こう、通り、どこ歩いても金が、店の中にいっぱいダー並んでる。マジか。元気ですね。で、向こうの人らは資産、お金で持つ人もいるけど、あ、金で持つらしいね。文化があるもんね。金の方が安全というか、なんかそれ聞いたことあんな、うん、ね、そうや、確かに金塊とかで持ってるわけだね。大事にしまって盗難とかに遭うのを防ぐためにコインとかに特定の変えて、うん、なんていうか、うん、そういうまあ盗難の難を防いどるのもあるね。やっぱり紙幣とかね、あ、お金だとね、極端なジンバブエドルかる。ああいうことも起こりうるからね。まあ、価値がなくなる。ああ、一万円札を吸いすぎてとかっていうあれ、ね。まあそういう、うん、いろんなねバランスが崩れて。札が多すぎると確かに。金に変えてしまえば、まあ安定するというか、ね。金とかダイヤとかそんなに相場下がらへんです。てか金は値上がりしとるんか、毎年。今上がってるみたいですね。それだけ求めとる人が多いね。大量に持ってる人は今。手放してお金に変えてするのかな。新たな投資につないで、そう、規模が大きな話だけど。金、ダイヤ、石油あたりはまだまだいけるかな。ダメやな。うん、ちょっと来たぞ。
ストリーミング再生か。今80くらいかな。うん。よし、まだまだどんどんすごくなってくる。ピントが悪いな。ああ、できたできたできた、やっとできた、うん、まだまだ大丈夫、うん、すげえ、まあ、でもあれやな、真っ暗やな、やっぱスマホやで。ああ、そうか、うん、それカメラと連携するのは、うん、共有か、いろんな設備やだね、なんていかんで、ね、カメラとやるの、そうやんそれ、それこそテレビ軽いテレビ局みたいになっちゃうかも。撮影となるとスマホはやっぱこういう、うん、こういう動画のような撮影となるとスマホはまだまだ近くで撮れないものは、スマホは確かに不利かもね。俺の顔が映っとった。え？自撮り？暗くて分からん。なんか暗いなと思った。いかにも。ああ。ああ、そうです。どうした？カメラが逆の方を向いてたのね。ああ。共有。共有します。共有。スイート。スイートで。スイート。おお。ああ、いいな、これ。これ超シャッタースピード落として撮りたいな。スローカメラか。そういう時はもう3組がないと思って。カメラの知識はないけど、60fps とかそういう系かな。一人見てくれとんね、うん、ああ、視聴者数一人そうだね。ポン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 行きますね。ポン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 行っちゃう。何気に見てくれとんな。いい、下の方も花火やってる。お後がよろしいよ。あ、ちょっと風が出てきた、気持ちいいな。おお、そうだ、増殖した。なんか明るいのか、花火が光っとる時下の建物がだんだん見えてくるようになってきた。ああ、暗いが目に回ってきたのかな。逆か今。星空もなかなか綺麗だね。星空か。そう、もうこうやって三脚も買って、なんか普通の機材全部揃えて、星を綺麗に撮りたいねっていつか。うん。もうね、長野とか。うん。え？宮城で見たよ、宮城。あ、宮城でも見れるね。うん、なかなかライトのないところじゃないと、うん、結構見れば大変だけど、空気が澄んだ、うん、うん、今何時や？今何時やろ？今8時ぐらいじゃない？なかなかペースがいい感じに上がっとる。30分ぐらいか。ああ、ね、40分だか45分にはもう打ち合わせもある。ああ、もうお盆終わりかややな、はい、せっかく長期休暇やったのに。ああ、まあ、
台風来ちゃったからもうね。あー、だいぶまた現実に戻るね。マジか。現実に戻る。ゲゲゲな月曜日。今の月曜日がやってる。あー、でもまあ来月まで頑張れば3連休が2回あるね。ね、2回あるもんね。確か、うん、こっちの会社入って3年目になるけど今年が初めてやって3連休設けたの、うん、ずっと長くても2連休、うん、で、うん、月1でまあ土曜あるとかってのが余裕だったもんで、うん、今年だからそういうのを有給休暇で埋めて、有給って全部週休2日になった月もあるし、うんうん、あ、有給って取れる？取れるよ、普通に。全部取れる。全部ってどういうこと？その年ごとにあの支給される日数あるじゃん、うん、使い切れる？いや、なるべくいないな。使ったらやらしいもんで、やっぱりな、そういうのある、うん、ちょくちょくなら取れるけど、フルに使い切るのはやっぱり周りに合わせてだよね、うんうん、そういうところだよな、日本の企業。あと残業とかそういうのは入ってこないから、そういうのも含めると効率が悪いっていうのは聞いたことがある。有給もまあどっちにしろ取りすぎると目立つし。でもただ日本は祝日が多いからその分ね、有給取りにくいってのは。ああ、そうか、うん、そういう日は安い。こっち儲けてない。だから赤だろうとなんだろうと月曜日ある日ある日。まあその代わりこうして冬とゴールデンウィークと夏は長い期間あるね。本当はパスポートでも取って軽くハワイにでも行った方がいいんやけど。行ってもいいけど目的がないとね。なんかないの？ちょっとなんかぼんやり憧れてる国とか。こんな料理食べたい。まあそれはさっき言ってたベガスはリアルで見てみたいとかあるけど、ただまあエリオンの見たあの映像で十分かなと思う。あそこのテレビの出る綺麗やもんでさ、あれで空撮してるの見るとさ、うん、いいなと思って。まあ行くなら華やかな方がいいかな、うん、あんまり中国圏とかじゃなくて、うん、アジアじゃなくてヨーロッパ、アメリカ、そのあたりかな。欧米か、欧米か。やっぱイギリスはロンドンかな。ロンドン、あそこなら左側通行やし。まあ日本でしょうかね。ああ、あ、そうや、交通ルールもイギリスから取ったところもあるって。まあって言っても本当運転するにしてもあの申請すれば通るし、あの国際免許。ああ、いや申請するだけでいいの？確か違ったっけ。まあ同じ左側だから無理ではないと思う。あ、そうか、左側でいいんか。うん、じゃないのか。確か、まあただそれ以前武士が右利きが日本人多いから左に腰につけてて、それは当たらないようにするために左側通行になったっていうのが持ってるけど、うん、ああこれ某5歳の知識やけど。だから沖縄とか大変だったって。昔はアメリカの領土だったから。そうやな、右側で、その時左側通行にしようって言ったのが具志堅用高のアピール。あの時から有名やったって。もちろんボクサーやったけど、すごい響くね。うん、輪っか取れる、輪っか。あ、でももうちょっとヘリがそんな軌道じゃないな。さっきなんか輪っかみたいになったと思う、うん、あのドローンの光でね、ぐるーっと回れば輪っか取れるよ。あれドローンなの？ヘリじゃないの？じゃあこのカメラでドローンの光をドローンがクーって動けば再現できる。再現できる。あ、でもあれもまあ一応旋回はしてるもんね。うん、ああ、だからあずーっと取りつあの、うん、そうそうそう、シャッター開き続けて取ればできるね。うん、変な輪っかがね、花火の上に出来上がる。合成してしまう。合成するんだ。すごく不自然な絵ができる。面白い。そんな遠近感おかしくなってちょっと、うん、なんか見づらいよ。天から何かが降臨するみたいな。椅子大丈夫かい？大丈夫、うん、全然いいよ。もう今動きにくい体勢でさ。確認そうか、もう。あ、そう、もうなんかできとるもん。そこから動くとかあるか。お、すげえ、5人見とる。ああ、5人見とるね。そっか、まだこれから視聴者のためには5人見ていただいてありがとうございます。
順調に増えとんね。順調に増えとるけど、だんだん終わりに近づいてる感じ。あんま蚊に刺されんね。虫歯の感じがせんね。なんか全然。あ、でも帰ったら意外と刺されてるみたいなのありそうだけど。ああ、いいや。案外夢中になってる時は気づかないけど、温度が変わったりすると急激に痒くなるっていう。そういうことかもしれない。あ、無理すぎると体力高くなる。ああ。冷えてる。あ、ごめん、俺のも取ってくれん、うん、あの、座席にあったと思う。ちょっと今動けへんでさ。ごめん、ありがとう。何もついてなくてもカメラを巻き続けるなければならない。これが本当のカメラを止めるなよね。カメラを止めるなよ。うまいね。うまいね。うまくなったね。うまくなった。やるようになったの。やるときはやるね。で、座布団積んでくれる。座布団全部と取っ払って。全部。何？旅行行っていいの？ありがとう。じゃあパスポートの申請用のお金と。あとは航空券のチケットと予約先の片道でいいのかい、はい、あ片道でいいか片道でいい帰りはできるか片道でいいか片道か片道切符帰ってこれないよ。永住権取るのか永住権取るビザ申請ってそんな簡単にできるもんなの？観光用のビザで行った時点で多分。うん、だと思う。さすがに不法滞在で捕まっちゃうよ。一回帰らないと。まあ、相対してもらえるけど、その時は。確かね、もう一回。片道だから帰るんだよ。え？片道だからか。片道だから帰りは大使館に頼るしかない。今何時？そうね、大体ね。はい。はい。なかなか上がらんね、花火。今、水分補給してる。そうかもしれない。ああ、さすがにあんだけ打ったら疲れるよ。急いでカップヌードル炊き込んでる。ああ。このクソ。どうだよ。熱々のカップヌードルを炊き込んでる。さすが食感。食事は済ませてるでしょ。あ、来た来た。って言っても、なかなかそんなに休憩シーンとかすごいね。そうね、大体ね。こんな感じに。モニター画面で見ると一番いいかもしれない。ああ。反対側よく通るのにあんなとこに止めて。うん、大体なんとなく音で気づいてる。ごめん、なんか年々ね、そういうなんか監視じゃないけど、なんとなく動いたのを
察知してもらうのが強すぎるんやって、すごいね、警戒心が強すぎてさ、セキュリティが強すぎるんだよ。野生人になってきたね。ああまあそれはさっきの受け身と関係があるから、昔はこうじゃなかったんだけどね。根元に鈍かった。確かに、まあ本当に鈍い方がいいんだけどね、あんまり敏感すぎるより今は敏感すぎて逆に鈍感力って言ってる。そうそう、それ年々必要になってくるわ。なかなか流すとこは流さんといかんで、忖度と一緒。忖度とコンタクト、もうタクト北よりも間違いない。モンストする、モンストするモンストする、どういうこと、三宅、三宅どういうこと、完全に流れが、うん、今ちょっと明らかに逸脱したよ、文字ってるの。何、コンセントさせた方がいい。ほらほら、ちょっと散らかってまったと。三宅の表情を、ライブ配信したらいい。そうだな、カメラこっち向いたら大体わかるし、大体飛んでくるもん、飛んでくる感じ。じゃあ向けてもね、暗くてわからへん。真っ暗で。じゃあね、さすがに花火の明かりでもここまで反射しない感じ。あ、そうや、三宅君、それって 4K 撮れんの？4K 動画。いや、動画の機能全然気にしてなかったわ。分かんない。写真、ああ、写真しか撮ってない。いつも動画使ったことないね。で、機能もどんなのがあるのか見ずに買ったし。このどうやら理由だね。4K とかって結構最、うん、何年ぐらい前からかな、搭載されたのって。そうだね。多分3、4年。あ、そうか。これが5、6年やで。月が綺麗だね。本当やね。月どこ？あ、あれか。低すぎてこっちから見えんかと。なんかすごく近い月、これ月、はっきり映りそうな月してるの、これです、月。月が綺麗だね。月が綺麗ですね。いや、三宅の方が綺麗よ。その気あったっけ。いや、ないけど。いや、金銭とか言い出した頃からさ、ちょっと雰囲気が怪しいと思ってたんだよ。今なんかふざけてなんかヒュンヒュンってやったら、このもうすごいね。怖い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 、なんかすごい。テーブルの。ほらほらほら。テーブルどころじゃない。え、何それ？火の玉？意味がわからない。ホラーじゃん。ホラーじゃん、これ。怖い怖い怖い。え、何？多分その辺のね、光をこうヒュンヒュンヒュンってなってると思うんだよ。そういうのは。やめよう、これはちょっとなんか映り込んでそうって。花火は確か個人に向けての。亡くなった人に向けてのパ向けとか、うん、あとアクアファラインの意味があるんですよ。ああ、でも綺麗な花火を見てると確かにうっかり。だから長崎のお盆は、うん、マジ花火がバカ売れするってね。花火を打ち上げまでる、そうか、長崎は原発があるから。え、あ、その関係じゃないのか。まあ文化としてね、他県の人間からするとクレイジーなんだね、その部分は。もっとひっそりやるもんじゃねえのかって。爆竹みたいなのも使うしね。うん。長崎の。そっか。パパパパパパパ。嘘やろ、ほんと。まあ、原爆ドームってかなり衝撃やで。最初は爆竹か。怖いね、足元と。あ、足元じゃないか、爆竹は。肉眼で、なんて言うんだっけ、あの模様が分かるの。月の。なんや、それ。なんて言うんだっけ。データじゃなくて。本物ではない。肉弾戦車。懐かしいな。まあ今は後継型がまだやってるけど、っていうかナルトもあれ以来見てないな、中学校以来。そうだ、全然話わからん。ジャンプはもう読んでないけど、なんかだから
そのナルトの原作者の今書いてる話がなんかちょっと落ち気味だみたいな感じのニュースは見たわ。サムライエイトだっけ。何別の漫画書いてるの。うん、まあもうナルト終わってことでね。サムライ、サムライエイト結局なんかそっちの話題なの、あのジャンルな。ただ絵描いてる人は別の人みたい。ああそういうことか。うん、まあ話自体作ってるから。お、一人いいねくれた。いいね、おう、よかったね、高評価。多分5人になったり3人になったり増えたりしとるでさ、多分20人ぐらいは見とると思う。あ、そうだよ、抜けて入ってきたり。あ、あ一回ちょっと CM 挟んで見に来たみたいな。なかなか難しいけどね。あとテレビの音が割と小さくて CM の音がうるさいけど、あれはやめてほしい。 CM の音がうるさい、 CM の音の方がうるさいって。ああ、だから本編映像の方がなんか若干音が低めとか。ああ、あるね、映像流れてるけど。ああ、イヤホンで音量上げてると CM の時だけうるさく聞こえてます。うん、なかなかいいペースね。あそこで止まって見とるんか。ああ、やと思う。ただそっちの道路って車通るからあんまり止めるべきじゃないんだけどね。すげえでけえな今。うまいね。うん、ね、やばいね。やばいね。やばいやばいよ。やばいね、やばいね。わかる。なんかすごい、もうなんか語彙力なくすよ。邪魔なんじゃねえかな、うん、通るの。あとも通るのに、あ、通るのもいるな。まあ、じゃあ幅があるか、うん、幅はあるけど2台片側1車線ずつくらいしかない。すれ違える道はよくあそこ通る。そこ通るでさ俺出勤するとき。おう、いいね、いいね。お、7人見とる今。お、増えてきたね。こんな感じ。カメラ越して、お、8人になった。クライマックスやるか。あ、もう完全に。かなり眩しいから下の建物のように見える。おクライマックス、クライマックス。なぜか後ろに車が通った瞬間に息になれる。今何時？そうね、大体ね。何時？何時やろ？朝の3時。何時やろ？分からんな。ああ、まあ、いや、無理よ。8時過ぎてんの、確かだから。もう、これ、多分やりきった方がいいかな。やりきったら終わり。なんでそんなやらない。そこがスタート。ああ、そっちの意味か。かっこいいね。今ちょっと若干怪しいやつも組んでたもんだからちょっとだけ返して。え、な、何？あ、もう君も君ピンクなのか。今の前がこんな時に。なあ。汚れ尽くしたな。ああ。まあ汚れてはいるかも。あ、汚れてる方じゃないけど。え？え？三水辺じゃの、三水辺の方じゃないと思う。汚れてる方じゃない。三水辺の方じゃないと。どっちの毛があるよ。お払いしてもらうね、まず。ああ、かもしんない。なんかついてる、こうね。江戸天聖の絵か。ああ、そっか。あれ、毛があるよ。あれ、
なんていうか儲かるっていう字が信者みたいに見えるから、なんとなく千歳って覚えとるけど、汚れは。ああそうやな、かぶな、あそんな感じで千歳やな、確かに、うん、のような作りだろうな。ちょっと違ったっけ、千じゃないの、乃木辺だっけ、乃木辺、乃木辺かな、うん、乃木辺だな。まあでもその覚え方ってまあ書けるかな、大体だけど、うん、せっかくには覚えてない。なんだっけ、月の存在か、常に視界左に入ってくる。ああいいね、落ちや、こっちは見えんかな、ね、花火一緒か、花火の方向いてても常に左に、月の光に寄せられるってことは虫かな、紫外線に寄せられる。せっかきで繊細になってきたよ。いや何も。シュールすぎてちょっと見目に困るけん。よし。おお。せっかきで繊細。欲しがる。せっかきで繊細。欲しがるね。欲しがり屋さんだね。いや欲しがりません、勝つまでは。勝つまで。勝つまでは何に勝つ。何に勝負を挑んでるの。なんか越したら負けみたいな、欲しがったら負けよ、欲しがったら負けなの、何が欲しいのか分からない。宮県欲しがるもんね、欲しがる、何を。何を、何を、オレンジジュース。オレンジジュース、宮県はオレンジジュースじゃない、ポンジュースが欲しいんだろ、ポンジュース、赤いオレンジジュースが欲しいんだろ、ポン酢じゃなくて、ポン酢っす。ああポンジュースはオレンジは、ポンズ、ポンズースが欲しいんだろ、マングースみたいな、ポンズース、ポンズースが欲しいんだろ、な変な名前みたいになってる。ポンズースが欲しいんだ、シュール感が強すぎてちょっとコメに困る。松山城の城下にある売店ではポンジュースが蛇口から飲める。マジ、うん、飲んできた、うん、この間。なんだっけ、京都は抹茶が水道から出るんだっけ、宇治抹茶出んかった、あるの、なんか、なんかその後話は聞いたことある。あれ、どういう仕組み、え、なんだろうね、タンクから出してるの、それとも水道の管途中から入ってるみたいな。宮県の水道から出てくるのは何、まあ、透明の殺菌された水。透明の殺菌された水。透明な白いやつない。いや、それは白くないし。何毎日賢者になってるからしゃぶしゃぶなのかな、うん、え、透明だ、だから殺菌処理されたカルキが入った。カルキ水。カルキ。いやだ、そんな水飲みたくない。ほんのり茶色、それまだちょっとろ過される場合、ほんのにまろやかな黄ばみが入った、まろやかな黄ばみ、それもちょっと飲みたくない。いや大阪の水とか飲めないなと思って昔見てた顔を思うと、でもそれを飲むのが大阪人。じゃあ宮城県、いや飲み行かないからわざわざそんなの、今宮城県それを飲むのが俺やでって言う、俺やで、俺やで、いや、なんか大阪の意識にされたみたいな感じ。いや、本当に緑色の綺麗な色してたからさ、あれにはドン引きだったよ、道頓堀の近くだけだ。宮城は将来淀屋橋に住むんだろう。どのあたり淀屋橋、大阪の家賃が高いぞ。まあ東京23区内並みだぞ。そうなんだ、マジ便利、超便利だわ。京阪電車の始発終点。まあ心斎橋の口座は持ってるけど、 UFJ で、うん、そこ指定されてね、まあ随分前の話だから今口座としか指定しか使ってないけど、心斎橋か、心斎橋、
なあ、それも昔の話だけどね。ああ、あれもひどかったな。昔の話？ね、あれはどれくらい前だ？5年は経ってんな、多分今からすると。5年以上だ。5年で昔。まあ。じゃあ君が生まれた時は一体何て言うの？旧石器時代ね。なんかそう迫られると困るな。いや、あんまり過去の執着しないことに決めてるから。いや、前を向いて生きようと思って。かっこいい。まあでもそこの、ね、だから会社の社長が結局32億の借金を背負うことになったっていうのは最終的に。何そのブルゾン JM みたいな借金の額。ああ、そっか、32億。まあネットで見た情報なんだけどね。うん、まだあれだから基金訓練のあの、やったぜ。お、すげえね。さすがやね、最近のカメラ。ね、え、見せて見せて。これカメラのおかげだよね。すごい ね。多分でも実際に見ると結構ぼやけちゃって残念な感じなんだろうけども、あ、モニターで見る限りはなかなか綺麗に撮れる。いいね。これで完全に何も調整してないからね。ありがたいね、RX。もう少し前、まだ就職難だった時のあの、あれだ、補助金制度とか強かった頃の、今はアベノミクスの方が強いけど。アベノミクス。まあでも32億か、1億も返せたかどうか分かんないくらいだけど。まあ多分破産したやろうけど、32億さすがに。昔はまともな会社やったんやけど。ねえ。まあ一歩足を踏み間違えただけで国から怒りを買ったみたいな。あれは維新の党が確か関係してたはず、取り締まりのあたり。まあこっちとしては影響なかったし、むしろ払われてた金額が少なかったから、その時はむしろプラスしてもらったくらいだけど。